こんにちは、親父のおやつの時間です。はい、今日はね11月21日です。お休みでちょっとね風邪気味ですいません。お休みでちょっとね、出かけて、用事とかをちょっとやってたんですけど、お菓子、好きなお菓子と珍しいお菓子あったんで買ってきましたんで、お菓子を食べたいと思います。でね、もうお昼ぐらいのお昼時間なんでね、お昼の準備もちょっとしながらつまみたいと思います。この間ね、千葉県産姫の餅っていうね、もち米がね、ちょっと安かった、新米、もち米も新米、安かったんでね買ってきたんです。でね、何が言いたいかというと、よくね飯動画でおこわ、もち米が好きだよなんて言ってたんですけど、この際安かったんでもち米をね買ってみようと思って、もち米を買いました。でね、もち米炊いたことないんで、ちょっと調べたんで炊いてみて、で大好きなねディナーカレーとね、これは後でもいいんですけど、声優のコロッケを買ってね、コロッケカレー、カレーライス、コロッケカレーもち米ライスにしようかなというね作戦を立ててます。もち米でねカレーを食べてみようってことなんで、ちょっとねこれはこれで準備していきます。はい、ということで、冒頭で言った通りね、おやつの時間なんでおやつを食べたいと思います。まずはね、ドンタコス、あれ、これ前もやったっけ、これ前もやったっぽいな、バターの風味プラスってやった気がするな。またね、62円で安かったんで買ってきました。でもちょっとね、今日はこれね、振りも考えて買ってきたんで、おいしい。はい、コーヒーが入りました。しかし今日は寒いね。昨日は暖かくて天気も良くてお散歩日和だったんですけど、今日はね雨こそまだ降ってないですけど、曇って寒いです。でね、なんでこのドンタコスも買ったかっていうとね、こういう系のお菓子つながりでね、ドリトス、これね、この間ね、私がよく見てるYouTuberさんの動画でね、タコスが美味しいって言ってたんでね、それをね、買って食べたんですけど、今回新しいのが出てたんで買ってきました。ドリトスのね、ミラクルスパイス。リミテッド。期間限定。こんなのが出てたんでね、同じような、味はもちろん違うんですけど、食感だとかは一緒だと思うんで、ちょっと比べようと思って買ってきました。ドリトスのタコスはね、ここすごい飽きづらかったんですけど、これはすぐ飽きました。香りがね、これがミラクルスパイスなのかっていう香りですね。なんか食べたことある味だな。比べるとね、これがドンタコス三角角張ってる。でこれはね、丸み帯びてるね、ちょっとね、ドリトスの方は。こう見てもちょっと分かんないか。こっちのドンタコスの方がちょっとちっちゃいです。
あんまり美味しくないな。食べるうちに味になると美味しくなってくるかもしれないですけど、じゃあこうちょっとねご飯まで時間があるんで、この間買ったね豚め半額、これを食べたいと思います。このね豚麺はね、私ねそんなに食べてないんですよ、ちっちゃい頃ね。これじゃなくて四角いね箱のさ、焼きそばとかさ、スパゲッティとか うどんかうどんみたいなとこあったでしょ、そっちの食べてたね。特に焼きそばの方が好きで食べてました。ラーメンもね、豚麺でも確かちょっと高かったのかな。あれ豚麺ってさ、昔さ、ちっちゃいナルトとか乾燥ネギ入ってなかった？だから私、食べなかったと思うんだけど、下にネギ入ってんのかな？ちょっとね、待ってくださいね。はい、お湯入れました。これも3分だっけ？3分ですね。でさ、これって昔あれじゃない、フォークがプラスチックのフォークでさ、よくこの蓋を止めるのにこう刺したよね。やっぱりこの手のはプラスチックのフォークで食べたい気がしますね。まだちょっと3分待たないといけないんで、ちょっと塩抜こうか。これ亀田製菓のねカレー煎、カレー煎、これがね亀田製菓ってソフトサラダとかなんだっけ、歌舞伎揚げは違うんだっけか、カキピーとか好きなんですけど、これ相当好きです。結構スパイシーでね香りもいいの、ソフトサラダのカレー味みたいな感じ。うん、おいしい。でね、声優で買って158円かな。18枚入りです。まあ、入ってる方だね。んだこれ、ただ1枚1枚包装じゃないから、な1枚とか2枚とかね、だからちゃんとね輪ゴムとか、まあ、輪ゴムもしづらいんですけど、しとかないとすぐねしけっちゃいますけど、うん、おいしい。でねこれどこにでも売ってないんだよね。私もあちこちねスーパー行くんですけど、ほとんどないね。うん、あ、うん、うん、おいしい。でね、あとねちょっとデザートにアルフォート買いました。これはねそんなしょっちゅう食べないですね。これより好きなチョコ菓子多いんで、ほんと年に1回ぐらいかな。全然きれいに切れなかった。来ましたね、いたんですけど、ラーメンができましたね、豚麺が。豚麺もさ、結構あちこち行くとさ、これだけじゃないね、味ね。
なんかね、3DS が当たるとかって書いてるんだけど、去年ぐらいからやってても、今年の10月31日で最後でした。やっぱり今は入ってないんだな。ラーメンとさ、あ、ラーメンっていうか麺とスープだけですね。うん、あ、ごまが入ってる。このね、普通のチキンラーメンとかよりもね、体に悪そうなスープの味。でさっきも言ったけど、豚麺自体はそんなに食べてないんですけど、まあ、他のこういったね類似の商品食べてるんで、ほんと小腹が減った時にねよく食べてました。美味しかったな、あったかいし。その時にね一回間違えてカップ焼きそばのを買って、お湯を切ってからソースを入れないといけないのに、先にね切る前にソースを入れちゃったっていうね、まあ、その頃の苦い経験があったからこそね、その後失敗はないですけど、麺を食べないとね。うん、おいしいな。これはもう半額で買ったんですけど、78円だったかな。で税込みだと84円ぐらいなのかな。84円ぐらいだとさ、安いカップラーメン買えるんだけど、また これで食う懐かしさっていうか美味しさっていうのがあるから、たまに食うといいかな。あとはちょっとご飯のね一品としてね、もう少し温かいもの欲しいなっていう時なんかはね、いいような気がします。量も少ないし、うん、今ねちょっとね硬いのがね蓋の近くに落ちてたんで、ちょっと食べてみます。あ、ベビースターみたいにカリカリじゃない、しけっちゃってる。なんかごまはねそんなに、たまに噛んだ時にごまを感じるぐらいで、まあでもそれがちょっとしたアクセントになってるのかもしれないですね。ちょっと時間もあれなんで食べちゃいますね。はい、ということでアルフォート食べたいと思います。これもなんだかんだ長いよね、もうね、このビスケットの裏に船のねチョコレート、うん、あ、でも美味しいね。ブルボンさんのアルフォート、チョコとビスケットの絶妙な味わい、うん、美味しい。ブラックコーヒーが合いますね。はい、ってことでね、親父のおやつの時間でした。この後ね、もち米が炊き終わって、まあしばらくね蒸したりなんなりしないといけないんで、晩ご飯食べたいと思います。それではまた。バイバイ。